こんにちは。アマゾン S サポーター、堀弘です。今日はオーストラアマゾン。またちょっと規制が厳しくなって、ボタン電池、コイン電池を含んだ商品は NG ということになりましたんで、そのお知らせです。ボタン電池及びコイン電池を含んだ商品を販売する場合、次の要件を満たす必要がありますと。要件を満たさずに販売すると、アマゾン販売権限を削除される可能性があります。となっているんですが、 これね、えー、実際これクリアするのはちょっと骨だなとね。で、仮にもしもね、販売して何かあったら、まあ、これ、あの、確実に責任は販売者に来るだろうと。で、このリスクを負ってまでね、このボタン電池、コイン電池を含んだ製品を販売するのはどうかというとね、まあ、よっぽど特殊な例を除いてはやめといた方がいいでしょうという結論に達しました。 もしもね、ちょっと待ってくれよと、すごい儲かる商品やってるという場合は、また個別にご相談ください。ちなみに、必要になってきた要件が、この安全基準をクリアしてますという証明。これね、これに該当するというか、これに代わりになるものを取ってますというね、日本のメーカーが、そのボタン電池ね、この企画該当してもの取ってますと言って証明もくれるという可能性はね、これちょっとね、 あんま高いとは思えないですけど、まあ一応確認してみてください、電池ね。この企画に合致したものがあるか。さらに、ね、警告とラベルを貼る必要があるとで。この警告の内容も結構ね、厳しくなっていて、これが見えにくかったんでね、事故になったと、なった場合には、これはかなり重い責任を被せられるであろうと。まあこの辺がね、えー、ボタン電池、コイン電池の商品 NG にした方がいいなと思った理由です。また えー、確認、あるいはね、質問ありましたら、えー、チャットワークの方に書き込んでいただければと思います。お待ちしてます。Amazon サポーター堀秀夫でした。